ベガルタチャンネルレディオ。皆さんこんにちは、ベガルタチャンネルレディオナビゲーターの及川明弘です。こちらはベガルタ仙台の選手のインタビューやクラブの情報をラジオ形式で配信していくオフィシャルの音声コンテンツです。今回は練習場での選手たちの声をお届けしていきますので、また楽しんで聞いていただければと思います。それでは早速始めていきましょう。最後までよろしくお願いします。ベガルタチャンネルレディオ。さて今回は5月7日火曜日、泉サッカー場での練習が終わった後の選手たちへのインタビューを聞いていただきましょう。今回こちらでは収録した前の日に行われました前節鹿児島との試合で久しぶりの無失点を記録した守備の要のお二人にお話を伺いました。まずはその鹿児島戦はもちろん、ここまで安定したプレーで相手を封じ、さらに前線へのパスからのチャンスシーンも毎試合期待感が高くなっています。背番号22番ディフェンダー小出選手です。小出選手に話を伺いいたします。今日も練習お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい。まずは前節山形戦以来の完封勝利ということにもなりましたけれども、ディフェンス陣としてはかなり嬉しかったんじゃないかなと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ、本当に厳しい試合だったんですけど、まあ、本当最後の最後で、まあ、ディフェンス陣含め秋さん含めて体張って無失点で抑えられたっていうのが本当に良かったですね。かなりもう小出選手のコンディションもいいんじゃないかなと思って見てたんですけど、いかがですか。そうですね、まあ、中2日ってところで、まあ、食事とか睡眠の面から結構気を使って、まあ、いいコンディションで試合には臨めたかなというところがあります。今食事とか睡眠とかという話もしてましたけど、そういう連戦であったりとか、あともう本当最近はずっと出場もしてますんで、メンタル的にも体力的にももうリフレッシュするときにはこういうふうなことしてますなんていうのはありますか。いや、まあなんですかね、まあ連戦だからって限ったことじゃないですけど、まあなんか温泉とか行ったり、はい、して体を休めてるっていうのはあります、ね、温泉は一人で行かれることも時もあるし、チームメイトと行く時もあるし、はいはい、それはもう本当自分の気分で行ってますね。宮城の、そうですね、それこそ龍泉寺とか、おうおう、あと添木の綾瀬の方のところとか行かせてもらってますね。おう、なるほど。温泉地とかにはじゃ あ, あと今度また行って、そうですね、その時は、まあ、まとまったお休みの時とか、うん、そういう時にはね行きたいですね。なるほどなるほど、はい。試合の方に話戻しますと、プレー見てると相手にアタックしていくタイミングとあえて行かないタイミングと、その絶妙な判断がすごく最近光ってるなと思って見てたんですけど、そのあたりっていかがですか。そうですね、まあ、前線の選手はしっかりプレスかけてくれてる時は、まあ、狙い定めていける時はもちろん、うん、自分たちの仕事だから、まあ、しっかり行ってあげるっていうのもありますし、逆にこう何個か選択肢あったり相手の方が、まあ、優位だなって時にはまあ我慢して最後の最後で守るっていうところまで、まあ、意識して、まあ、冷静に、ね、対応できるところは増えてきているので、はい、まあ、もっともっとそういうシーンを増やしていきたいなと思いますね。そこで対人で勝負した時に今年ことごとく勝ってるなっていう印象もありますけれども、そのあたりも結構意識してやってるところとかあるんですか。はい、まあ、自分の、ね、まあ、強みというか、まあ、それがチームを助けるプレーになってると思うんで、うん、まあ、そういうシーンがあればどんどん、まあ、対人でボールを奪って前ボールにしてというシーンをどんどん増やしていきたいなというのは常に考えています。はい、あとはもう以前もちょっとお伺いしましたけど、ロングボール、かなり縦の意識というのも、もうどの試合も強く見せているなというふうにも印象的だったんですが、いかがですか。まあ、前線の選手も本当に裏の抜け出しとか、まあ、ポジショニングとかすごいミーティングからも、まあ、そういうふうな指示を受けているし、まあ、そういういい準備をしてくれているので、まあ、ディフェンスからしたらそういう時にしっかり出してあげて見てるよってことを示してあげるってことで、まあ、フォワードの選手もまた動いてくれるしっていう好循環もあると思うんで、まあ、そういうところの意識はまあチーム全体として上がってきているのはいいことだなと思います。なんか小出選手のパスがその中央でもサイドでもそのチャンスにつながるシーンがどんどん増えてきているなっていう気もしてます。うん、はい、あそうですかね。まあ、でも、はい、そういったもうどんどんチャレンジするってことは自分自身としても忘れないようにして、はい、やっていけているとは思うので、まあ、そういったシーンはどんどんチャレンジしていきたいなと思います。はい、連勝できまして、次は、まあ、今最下位というふうな位置になっております群馬ホームに迎えてということになります。どんな試合にしていきたいと思いますか。まあ、もちろん、まあ、
いい内容で勝ちたいですけど、まずはどんな試合内容でも泥臭く、どんなに押し込まれても最後の最後体守ってとか、はい、ゴール守って、まあ、どっかで1点取って、うん、どんな形でもまず勝ち点3取るっていうのは大前提で、はい、まあ、そこから勝って、まあ、課題を修正していくっていうところが、まあ、一番いいかなと思うんで、はい、まあ、自分のプレーどこもありますけど、まずはどんな形でも、まあ、勝ち点3を取るっていうところだけ意識してやっていきたいなとは思ってます、はい、もちろんその勝利という部分で言えばもう何もこだわらないというところもあるかもしれませんけれども、でもやっぱりディフェンスとしては無失点いきたいですよね。そうですね、まあ、でもそこに、ね、頭を持ってかれすぎてもあれだと思うんで、はい、まあ、そこは本当に頑張った結果最後についてくるというところにその無失点というのはついてくればいいかなと思うんで、はい、うん、まあ、まだチームのためにできることを頑張りたいなと思います。はい、もう春の暖かい陽気に包まれるようになってきての土曜日昼間の試合ということで、またユアスタにもたくさんサポーターが集まると思います。そんな皆さんに気合のメッセージいただけますでしょうか。本当に大勢の方が、ね、どの試合も来ていただいて自分たちの力には間違いに なってると思うし、まあ、そういった中で、まあ、その中で一緒に勝って喜ぶってところは本当にサッカー選手冥利に尽きるというか、うん、何回も体験したいな、経験したいなと思うので、はい、まあ、次の試合も必ず勝つので、はい、熱い応援をお願いしたいと思います。はい、ぜひ本当に勝利して大勢のサポーターと一緒にこう喜ぶ瞬間をまた、ね、味わわせてください。はい、わかりました。頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。続いて自身の誕生日前日だった鹿児島戦では何度も決定的なシーンを止め、まさに守護神という活躍を見せてくれました。背番号33番ゴールキーパー林選手です。林選手にお話を伺いいたします。今日も練習お疲れ様でした。お疲れ様です。先日の鹿児島戦、個人的にはもうMVP だったなと思って見ておりましたけども、かなり乗ってましたね。まあ、その止めた部分としては確かに、うまくはまってくれたなとか、本当に決定機を防げたなっていう部分ももちろんあるんですけど、やっぱり振り返ってみるとそんなポジティブな面ばかりではなくて、キーパーとしては止める仕事がまず一番なんですけど、やはりチームを円滑に回すためにはつなぎの部分だったりとか、まあ、キックの部分だったりとか、そういうところでの部分にもっと安定感だったりとか凄みを出したいなっていうところと、やっぱコーチングにおいてももっとチームとの連携っていうのをね、もうちょい測って、どういうことをやることが相手が嫌なのかとか、そういうのを本当に試合の中で察知することで、試合前には分からなくて試合になってやってったら、あ、相手これ嫌なんじゃないかなっていうのを察知したときに自分たちで変化かけれるのか、うんうん、そういうことがやれるチームがやっぱ強いと思うし、うんうん、昨日やっぱり前半失点をしてから、うん、なかなかいい攻撃ができなくなって、うん、相手に結構攻撃を仕掛けられることが多かったんですけど、そのこっちが得点をしてからですね、はいはいはい、でその時にやはり同じ攻撃パターンなのに同じ攻撃のされ方を一生されてしまうみたいな、はいはいはい、で前半もまあ入れられなくてよかったね、うんうん、で後半も入れられなくてよかったね、うんうん、どこで修正できたの、うんうん、っていうところは、うんうん、やはり僕らは反省しないといけないし、うんうんうん、じゃああれこうしたよね、こうした方がよかったねと、うんうん、でもっとじゃあつなぎの方をもっと意識した方がよかったね、ロングボールより多少ちょっと下でつないで、うんうんうん、相手引きつけてから蹴った方がよかったよねとか、やっぱり和樹が長澤和樹が入ってからやはりチームって落ち着いたし、はいはい、やっぱりチームが時間をあそこで作ってくれたからこそのね、ゼロ失点ということもあると思うので、うんうん、そういうことを総合して考えてみると、本当に守備だけの頭ではなくてね、はい、チームとして相手が何をやられることが嫌がってんのかっていうのを僕らが察知する能力っていうのもすごい大事なのかなとは思ってます。うんうん、なんかでもご自身のこの間の鹿児島戦のプレーは本当に神がかってて、それだけでもすごいなとも思いますし、その上で今みたいな話が出てくるっていうのは、やっぱり先日300試合を J2 さんで達成したというその経験が、まあ、そこにも出てきてるのかなというふうにも思うんですけども。そうですね、まあ、いろんな試合に出させてもらって、だからこそ、まあ、こういう時こうだよなみたいな感覚を持ちながら、はい、じゃあ自分たちの選手間の中でね、それを腑に落とすところまでいけてるのかとか、うん、はいはい、思うことは簡単なんですけど、うんうん、それを行動に移すことってすごい難しいことで、はいはい、それを共通理解で11人が、うん、同じイメージを沸かせないといけないところっていうのは、うんうん、やっぱりチームがやる作業だし、うん、でもチームがやる作業の中に個々でこのオリジナリティとか出して、うんうん、先導していけるとやっぱりすごい強いチームになると思うんですけど、うんうん、
やっぱり僕らはやっぱりそこがまだまだ甘いのかなと思うのは、うんうん、やっぱり前半10分15分ダメだった時にやっぱりあこのやり方だと今日はあんまりうまくはまんないな、うんうんうん、うまく守備はまってないな、あります、ね、あちょっともうちょい引いた守備に今回やった状況から前に行こうとか、うんうんうん、そういうなんかトライできるチームになるともっと強くなるかなと思います、うん、なるほどね。あの林選手ねその37歳の誕生日、はいまあ、迎えたというこの今週ですけども、はいまあ、そういうことまで考えてプレーができるようになったのってもう随分前からですか。そうですね、僕はまあ結構こういう戦術的なところを頭で考えるのは結構好きなので、若い時から、はい、おうおうおう、だからまあそういう感覚は持ちながらサッカーはしてたので、はいはいはい、まあ、僕の中では結構当たり前なんですけど、はいはい、でもまあそういう考え方を少しでも持ちながらサッカーやるかやらないかで、はい、やっぱ視野の広がりも変わりますし、はいはい、やっぱり考え方が一辺倒じゃなくなるのかなというふうに思ってるので、うんうんうん、そういう考えの幅っていうのはね、あの持ちながらやりたいなと思ってます。チーム全体にも広げたいですよね、そういう考えは。まあもうみんなやっぱ多少なりとも思ってるし、はい、まあそこのその深さというか、はいはいはい、どこまで深みを感じるかというか、っていうところだと思うし、はい、サッカー選手としてね、やっぱ価値を出すときに、うん、そこにやっぱり究極の深みのところまで行けた選手がやっぱり強いところまで行くと思うので。うんうん、技術とともにね、そういう頭っていうのはやっぱ大事になるのかなと思ってます。いやもうでも本当にね、実績と経験、まあ、そうやって、まあ、あと年齢もですか、まあ、積み重ねてるっていうところでは本当にその言葉の重みもありますから、まあ、そういうようなところの浸透力っていうのもあると思いますんで、それで仙台が強くなっていくっていうことはね、もうより強くなっていくってことはもう期待していきたいと思います。もうあのこれで中2日であのアウェーで勝てたっていうところを次に絶対つなげたいなというところだと思いますが、ホーム群馬戦、まあ、相手一応今最下位ということですけど、どんな試合にしていきたいと思いますか。まあ、もうゴーレさんも言う通りね、相手どこのチームとやってもうちはあの簡単じゃないし、勝ち点3取るということはね簡単じゃないんですけど、はい、とはいえ、まあ、相手最下位のチームに僕らは絶対に勝ち点3取らないといけないと思うので、うんうん、本当にそういう勝ち点3を狙って勝ち点3を取れるチームになるっていうのはすごい大事なことだし、うんうんうん、それは相当難しいことなんですけど、はい、それをしっかりね実行していきたいなと思うし、その準備をね、まだメンバーも決まってないですし、うんうん、チームみんなでできたらいいなと思ってます。ご自身としてもやはり2試合連続完封狙いたいというところもあると思います。まあ、常に、ね、完封っていうところは狙いたいなと思ってるし、やっぱりチームが、ね、上に行くためには簡単に失点しているようなチームは、ね、なかなか上にはいけないので、はい、やっぱりディフェンス陣と協力しながら、ね、しっかり失点数を減らしていきたいなと思ってます。そして改めてホームで誕生日をお祝いしていただきたいかなと。まあ本当にね誕生日と言っていただけるんですけど、はい、まあ本当に偉大な小先輩方がね、もう僕の年齢なんて等に超えた状況で現役をやってる人たちもいたので、たかだか37じゃねえかって思っちゃうような、いやいやいや、まだ年齢なので、本当に飽くなき向上心を持ってね、はい、小先輩方に近づけるよう超えられるように、はいはい、頑張ります。いやもう頼もしいです、はいはい、もうたくさんサポーターがそれこそ、ね、お祝いもそうですし、ね、勝利も楽しみにして、来ると思いますので、そんな皆さんにメッセージいただけますでしょうか。いや本当にアウェーの鹿児島の地でも、本当にどんなアウェーでも本当に多くのサポーターがね僕らの背中を押してくれて、時には結果残らなくてもそれでもぐってこらえながらね応援してくれる姿っていうのはね、その時は本当にも不甲斐ない自分たちに対してすごいなんか自暴自棄になるような、うん、そういう時ってあるんですけど、はいはい、でもそれでも本当に年間通してね、ああやって、ね、あの熱量で応援してくれるってその普通じゃないので、やはり本当に僕らの力になってるし、僕らは本当にそれをホームの地でね特に表現したいなというふうに思ってるので、はい、もう次の試合は本当にしっかり結果と内容を求めて、ね、やっていきたいなと思ってます。はい、楽しみにしてます。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ここまで今回は2人の選手にご自身のことと次の試合に向けてのことを中心にお話しいただきました。ベガルタチャンレディオ、
さて今回は聞いてみていかがでしたでしょうか。皆さんの聞いての感想は SNS での発信やこちらのコメント欄などにお待ちしています。さてここでベガルタ仙台からのお知らせです。2024明治安田 J2 リーグベガルタ仙台、次の試合第15節はホーム戦です。5月11日土曜日午後2時からユアテックスタジアム仙台でザスパ群馬との対戦です。この試合は今年2回目のソシオファンクラブ特別優待で、会員だけが得する日、会員になって得する日を開催。昨シーズンに引き続きソシオファンクラブレギュラー会員限定で先着3000名様にオリジナルボックスティッシュをプレゼントしますよ。さらにソシオファンクラブの会員でなくてもこの日の試合当日に試合会場のソシオファンクラブブースで入会も可能ですし、この日に入会しますとさらに次のホームゲーム5月26日日曜日のファジアーノ岡山戦のご招待チケットを1枚プレゼントということで、はどんな方にもお得が待っているこの試合、ぜひチェックしてみてくださいね。それ以外にもクラブスポンサー企業商品の出店販売会や大人も子供も楽しい無料参加イベントなど今回も盛りだくさんに準備をしています。5月中旬ゴールデンウィークが終わってもまだまだお楽しみがいっぱいのユアテックスタジアム仙台にぜひ多くの皆さんのご来場お待ちしています。それぞれ詳しくはベガルタ仙台のオフィシャルホームページをご覧ください。ということでベガルタチャンネルレディオ、ここまでのお相手ナビゲーターの及川明宏でした。ではまた次回お会いいたしましょう。